渓流釣りに挑戦してきました。海釣りは結構経験あったんですけど、渓流での釣りっていうのはかなり繊細で難しいという印象もありましたし、実際難しいんで、自分がやることはないだろうと思ってましたし、まあ渓流をやれる環境っていうのもなかなかそういう環境を得るってことは難しいかなと思ってたんで、まあ自分にはあまり縁がないだろうと、まあ、やりたいともそんなに思ってなかったんですけど、まあ様々な状況が重なって、渓流釣りをすることができました。で、まあ本当に環境のおかげっていうのがもう9割方だと思うんですけどね、まあ、技術も経験も全くない中で、釣果を上げることができて、本当に渓流釣りの魅力を体験できて非常に感激してます。まあ、何よりも渓流釣りのいいところというのはこの自然ですよね。まあ釣れても、まあ釣れるに越したことはもちろんないですけど、まあこういう気持ちのいい自然環境の中で、竿を出すっていうのが、まあ何よりもいい気持ちっていうのもありますし、まああとは何よりも、まあ海の魚も素晴らしいですけど、川魚の美しさ、まあ味も美味しいっていうのもありますが、まあ何よりその、魚としての美しさですよね。まあ釣った時の感動と喜びっていうのはひとしおですね。様々、まあ釣りにはいろいろな味があって、まあアジとかイワシみたいに大量に釣って楽しむっていう釣りもあれば、まあ半日かけても、1匹2匹釣れるかなっていう、そういう渓流釣り。ね、全くタイプは違いますけどね。本当にこういう釣りは今まで経験がなかったので非常に大きかったですね、自分にとって。そうですね。やっぱりもう、まあこの YouTube の編集もそうですけど、まあ渓流釣りもそうですけどね。まあ自分ではできない。自分は経験もないし技術もないから絶対できないだろうと。まあやってみれば、まあできるんだと。まあそういったことをですね、身をもって経験できて、ますますいろんなものにチャレンジしていきたいなと思うようになりました。ね。年齢を重ねていくと、まあ経験が増えて、まあどこかしら諦めも良くなってきたりとかしますけどね。まあやってみれば意外とできてしまうっていうことが多いですし、それを通して自分の世界が広がるっていう、はい。まあいくつになってもですね、まあそういう好奇心と、チャレンジ精神っていうのは持ち続けていきたいなと思いました。素晴らしい渓流、素晴らしい環境、自然に感謝して、はい、締めくくります。